どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、お知らせなんですけどですね、まあちょっと今日はもうめちゃめちゃ天気良くてびっくりです。台風一過って言いますけど、本当にすごい台風です。台風の行った後のこの清々しい気持ちは素晴らしいなというところで、今日はちょっとお伝えしたいことがございましてですね、皆さんこのガズレレ、簡単ウクレレ教室ガズレレ YouTube でもうウクレレメッサ楽しんでいただいていると思うんですけれども、ですね、この度ですね、ガズレレ YouTube 動画っていつも言ってるように1600曲とか1700曲ぐらいもアップロードしてるというふうにお伝えしてるんですけど、やってなかったこのね、仕分けっていうかリストがあるんですよ。それはですね、入門コード4つでできる、まあでも入門コードじゃない曲もあるんですけど、とにかくコード4つ以下でできる曲をまとまってるところってなかったんですけど、今回入門コード含むコード4つまででできる曲をですね、一つのリストにしました。で、これはですね、どういう方におすすめかと言いますと、もちろんウクレレ始めたばっかの方が、まず基本のコード、C と F と G7 と Am でどんどん弾こうよっていうこともそうなんですけど、まあでもこのリストの中にはね、4つ以下ということの限定なんで、ちょっと難しいコードも出てくる曲もあるんですけど、とにかく、もう少ないコードで、もういろんな音楽を楽しめるよっていうことも、そのリストをね、作ったんですけど、150曲以上もうね、リストにはありますから、これもどんどん日々追加されていきます。もうそれこそ洋楽から童謡から J-POP からも最新曲まで、まああるんですけど、その、リンクをちょっと、ひとまずはここに貼っ付けておきますね。リンクここに貼り付けておきます。で、貼り付けとくんですけど、皆さん検索するときはですね、ガズレレ公式ホームページに入ってもらって、スマホで見てる方はここのところからプルダウンしてもらうと、ここのところに、入門 4つコードでできるってあるでしょ。こういうのもあるし、ガズレレ YouTube 完全ガイドに入ってもらっていても、その中にこんな感じで4つのコードでできるよっていうふうに、新しいページが立ち上がってますので、そこからも探すことができます。で、そこの中で見てもらうとですね、もうザーッとスクロールしてもらうと、もうこんだけの曲がワイワイあって、このリストに入ってる曲はコード4つ以下でできるようになっております。そのほとんどが入門コード4つということですけどね。たまに違う、ちょっとね、難しめのコード入ってるところもあるんですけど、まあ、とはいえ、コード4つですからね。そんな感じでいろいろ試していただきたいなというふうに思うわけでございます。で、もちろんですね、皆さんこの YouTube、ガズレレ YouTube 見てる方、いろんな曲も弾かれてると思うんで、お願いとしてはですね、ウクレレ始めたばっかの方に C と F と G7 と Am、覚えたての方、このリストを教えてあげていただけるとですね、もうその方もどんどんウクレレ楽しく、まあ、もりもり弾けるようになるんじゃないかなということで、そういうまあ、シェアのお願いもちょっとしつつですね、今回この4つのコードで弾けるリストができたぞというお知らせをさせていただきましたということでございますが、あとね、嬉しいお知らせがあって、ガズのわがままウクレレやウスレレや、ガズモデルセミオーダーなどを、手掛けてるベトナムの G ラボ工房なんですけど、10月1日にですね、なんと、ロックダウンが条件付きなら解除になったという知らせが昨日届きましてですね、やっとなんかこう次のステップ踏み出せるなということで、ご注文いただいている方、もう少々お待ちください。はい、それとですね、もう一週間ぐらい前からお伝えしているように、ガズさんが新しく始めたもう一個のプロジェクト、ガズピアノ、知ってますか皆さん。この、ね、ガズレレ、簡単ウクレレ教室ガズレレのこの音楽理論、超簡単にわかるよというこのロジックをそのまんま鍵盤楽器に落とし込んでキーボードとか電子ピアノでやって今いるんですよ。これがね、めちゃくちゃ面白くて、なんとですね、ガズピアノ、ゼロからチャンネル登録者の方ゼロからスタートさせたこの YouTube チャンネルなんですけど、なんとですね、12日目で、フォロワーの方1000人、チャンネル登録者の方突破したぞということでありがとうございます。これ本当にね、面白いんで、ぜひ鍵盤楽器興味ない方も、ぜひやってみることをお勧めします。なぜかというと、僕も全然鍵盤楽器に興味なかったんだけど、今かなりハマってますからね。で、音楽を、ウクレレでやる音楽、同じ曲でも、鍵盤でやるのとウクレレでやるのと、全然なんかね、受け取る印象が違う。これがもう僕も大発見だったんです。応援の方よろしくお願いします。ぜひね、見ていただいて、チャンネル登録も、できればお願いします。ここにリンク貼っておきますね。そんなことでですね、まあ、10月に入って、秋の芸術の秋ということでね、まあ、よくね、こう10月に入るとこう芸術の秋って言いたいんですよ、すごい。はい。もちろん、このね、ガズレレ YouTube もさらにパワーアップ。ガズピアノも重ねてパワーアップで、もう本当にすごいことになってますけれども、あっちからこっちから、やっぱ自分でやる
音楽のこのスタイル、家庭音楽、まあそういうスタイルをやっぱりね、広めていきたいなというか、皆さんにシェアしたいなというこの思いでやっております。皆さんもですね、まあ一番嬉しい応援方法としては、皆さんが思いっきり楽しんでいただくということかなと思います。そういう楽しんでる人を見て、いいなってみんな思ってる人が増えていくと、素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。そういうわけで今日はですね、10月の2日、2021年の10月の2日、もうね、本当は秋晴れの中なんですけど、嬉しいお知らせ3つをお伝えしました。引き続き、ガズレレ YouTube チャンネル、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ、またね。